お骨の寺となります一心寺の正面正門であります。まあ、先ほどはですね、ちょっと私もですね、一心寺の方で春のお彼岸を済ませてきたばかりなんですけれども、春の彼岸と時期ということで多くの方々がですね訪れていらっしゃいます。そしてですね、今本殿の方は大改修のため2019年の末まで現在は改修中ということで、今は覆いかぶさっているという状況になります。で、この一心寺の本殿からですね、またウォーキングをしていくことになります。場所はどこになるかは分かりませんけれども、早速出発したいと思います。およそ30秒ほど前に出たんですけれども、ちょうど立ちかかったところに一心寺シアターがあるんですね。これにね、一心寺周辺のですね、往復様変わりしてきたような印象があります。で、今歩いているところは天王寺区の大阪2丁目というところになります。この大阪というところはですね、本当にですね、お寺がいっぱいありまして、なんと言おうとも静寂な中をですね歩いていると、そういう印象になります。で、天王寺公園の中に入ってきました。実はですね、天王寺公園は7時からですね、一部の場所もですね、実は利用することが開くことができまして、こちらからも入ることができます。今までちょっと私の方はちょっと6、7時前にですねちょっと行ってたものですから、入ることができずに遠回りという形だったんですけれども、こうやって緑がいっぱいあふれる中を歩くと、本当に気持ちもですね変わってくるような感じがありますね。そしてここには水晶火炎というところも見えていまして、その、屋根がですね見えてくることができます。庭園のような休憩場があって、そしてこちらから一気に下っていくという感じになります。そして橋のような、本当に庭園のような感じで、近くには湖、そして橋もですね見えてきています。そして真正面にはあべのハルカスの大きな建物も、高いビルが見えています。見えてますけども、そういう中をですねこうやって歩いていて、お、綺麗に歩いている様子がわかりますね。赤い橋の真ん中に通天閣が見えています。おっと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 、一気に行きましたけれども、ここからですねこういう風景見るのも本当にいいものですね。結局ですね、この前のですね、小さい橋から天王寺の一心寺までを歩いたゲートですね、同じ場所に来てしまいました。ちょうど大阪市立美術館と天王寺動物園の間にある通路ですね、そのゲートの前で1キロということになりました。また階段を上がって大阪市立美術館に上がってきましたけれども、もうですね開館前ですけれども、10人の方がですね待っていらっしゃいます。やはりフェルメールのですね、フェルメールに関心が高いということが伺います。で、階段をねちょっと2段ずつ上がってきたものですから、ちょっと息が荒れています。申し訳ありません。茶臼山のですね門の前に来ますとですね、慶卓園がですね見えてきます。今ちょっと閉まっている状態なんですけれども、通常は150円大人で、小中学生が80円となっていて、大阪周遊パスでですね使えてですね、割引制度もできるということになります。こうやって慶卓園の出ています。そしてこちらがですね、旧黒田藩造屋式長屋門ということでですね、こちらになんと書かれてあります。ちょっと鈴音さんがね引っ張ってますよ、こういう感じになってます。で、こちらに見ると現在中之島三井ビルの場所がおおむね福岡黒田藩の造屋敷で、これはその長屋門で
数少ない象屋敷の遺構の一つで、昭和8年三井ビル建設に対し大阪市に寄贈されたということで、こちらの、火がですね、立たれて柱のような火がですね、立っているということになります。こうやってこの長屋の門をくくると天王寺動物園のフットサルコートも見えてきます。そしてゲート、天王寺動物園の天芝ゲートも見ることができます。天芝ゲート左に見ながら、さあ天芝の中に入ってきました。いやー、本当に広大な雰囲気が漂っていますね。いや、緑が本当に一色に感じられます。もうブルーシートも張られてるんですけれども、そしてその右ですね、あべのハルカスの大きな建物を見ることができます。それを眺めながら天芝を楽しむという、いやー、本当にこっち光景というのも気持ちがいいもんですね。ちょっと芝生をですね、養成していて、まあ、シートがかぶせている場面もあるんですけれども、まあ、いやー、ここから見ると本当に広々とした芝生がですね、本当に緑に綺麗に生えているという、そんな印象ですね。そして遠くにあるんですけど、通天閣も見ることができます。あべのハルカスを真正面に見ながらですね、ちょうど近鉄前、あべの橋近鉄前の交差点に差し掛かってきています。まあ、このですね、あべの橋も天王寺駅前もですね、だいぶ変わってきたような印象を持たせられますね。歩道橋も円形のようなね、歩道橋になったりと、だいぶ変化を続けてきたように感じます。そしてこれが阪海の、天王寺駅前ということになります。キューズモールがですね、右側にあって、でこの真上にですね、高く飛び出すのがあべのハルカスであります。到着します、ご注意ください。 The train will soon be arriving. Please be careful of the train.まあ、結局ですね、まあ、うろうろと天王寺周辺を歩いたということになります。まあ、ここでですね、一旦フィニッシュということにしたいと思います。結局ですね、49分40秒ほどですね、歩きまして 2.65 キロ歩いて4144歩ということになりました。まあですね、本当にこれから暖かい時期を迎えて、天王寺公園もですね、多くの家族でですね、天芝を中心に賑わうんではないかなと思います。まあ、今日はですね、一日から天王寺周辺をウォーキングしてきました。